はい、どうもこんにちは。今回のテーマはヤングの実験、干渉条件について扱っていきたいなと思います。で、ヤングの実験の中には副スリット、二重スリットと、もう一つ単スリットがあるんですが、単スリットの役割についても今回詳しく説明していきたいなと思います。少し難しい内容になりますが、一緒に頑張っていきましょう。はい、それではやっていきましょう。いつものように授業プリントは概要欄にリンクを貼っていますので、一度問題を解いてからまたこの動画に戻ってきてください。それではね、問題の概要を説明していきたいんですが、まあ、よくある問題ですよね。ヤングの実験になってますから、まあ、それについて考えていくだけですね。で、その途中で、まあ、干渉島が与えられていて、まあ、その干渉島を使っていくっていう問題になっています。はい、ではカッコ1番、1番からやっていきたいんですが、まずはこの経路差ですね。スクリーン上の点 P に到達する光の2つの道のりがありますから、その経路差を求めていきましょうという問題ですね。まず経路差を求めていく前に光の道のりをかけなきゃいけませんから、しっかり書いていきましょう。まず光源からこの単スリットですね、 S0 に向かって光が出ていくと、はい、よろしいですかね。あとはこの時隙間を通っていくことによって回折っていう現象を起こしていくんですね。だからいろんな方向に光が進んでいくんですけど、その中でもね、ここにスリットがありますから、S1 を通らないとスクリーンには到達しませんから、いろんな方向に回折していく中でも、S1 を通る光、S2 を通る光、この2つを抽出してあげましょうと。はい、じゃあこの後ですね、また小さな隙間を通っていきますから、解説していろんな方向に進んでいくんだけども、その中でも点 P に集まる光を見ていきましょうということですから、 S1 から P、S2 から P に向けて光が進んでいく、この2つの光を抽出するということですね。はい、ではよろしいですかね。じゃあ経路差いくらになってるかということなんですが、今回ね、この二重スリットのど真ん中のところにちょうど単スリットがあるということですから、前半のところでは経路差がないですよね。だから後半のところだけで経路差が生まれていますよと。じゃあ経路差いくらになってるかというと、こっちの方が長いですから、 S2P-S1P になってますよということですね。じゃあこの S2P-S1P を計算していきたいんですけども、少しだけ式変形していきましょう。この2乗引く2乗の形にしてあげるとですね、因数分解ができますから、A たす B かける A 引く B の形になってるんですね。なので S2P たす S1P(S2P-S1P) になってるんですね。同じ値にしなきゃいけませんから、 S2P たす S1P で割ってあげなきゃいけませんよね。で、今回近似で与えられてるんですけど、この S2P たす S1P っていうのが、この X っていうのがね、十分小さくて、この S1S2 っていうのも十分短いので、すごい近い距離になるので、まあ、S1P も S2P も足してあげると、お互い R からちょっと大きいちっちゃいぐらいなので、足したら 2R になりますよということが与えられてるんですね。はい、よろしいですかね。なので分母を近似してあげると 2R になってますよと。じゃあ分子のところを見ていきましょうか。 S2P の2乗っていくらになってるかというと、ここですね、これの2乗なんですけど、ちょうど二重スリットの間隔、ここが D になってます。で、半分のところにちょうど今通ってますから、この部分ですね、この部分がちょうど2分の D になってるんですよね。はい、よろしいですかね。じゃあ今この部分で直角三角形ができていますから、三平方の定理使ってあげると、 S2P の2乗っていうのは R の2乗たす X プラス2分の D の2乗になっているということなんですね。同様に S1P も求めていきたいんですが、補助線ここですよね。はい、じゃああとは直角三角形に注目してあげて、三平方の定理を立てていくだけなので、この高さの部分が X-2分の D ですね。それの2乗たす底辺ですね、 R の2乗になってますから、S1P の2乗というのがこの形で表されると。あとは計算してあげるとね、 R の2乗消えますし、 X の2乗も2分の D の2乗も打ち消し合ってゼロになりますかね。残ってくるのはこの真ん中の項ですね。だから 2×X×2分の D、 要するに XD ですね。こっちも XD ですから、 2XD が分子になってます。なので 2R 分の 2DX で2が消えて、 R 分の DX、 これが経路差になっているということなんですね。はい、あとは明線暗線が現れる条件式を求めていきましょうということで、この経路差が半波長の偶数倍ですよね、の時に強め合って、半波長の奇数倍の時に弱め合うということでしたね。あとはこれを X について整理してあげると、明線 1X っていうのが D 分の MR ラムダ、暗線1の X っていうのが M プラス2分の1の D 分の R ラムダで表せますよということなんですね。はい、じゃあ続いて2番をやっていきたいんですけど、2番はね、ちょっと単スリットの役割になって、ちょっと話が長くなっちゃうので、今回ちょっと後半後ろに回させてもらいたいなと思います。はい、ということで3番やっていきましょう。3番は先ほどね、単スリットの位置っていうのがこの副スリット、二重スリットのど真ん中にあったんですけど、そこのど真ん中の位置から下に H ずらした時、この時について見ていきましょうという問題なんですね。さあ、じゃあこの単スリットを下に H ずらしてあげることによって、明線位置がどうなるか、どういうふうに変化していくかということなんですが、もう先ほどと同じようにですね、しっかり道のりを書いてあげるしかないですよね。
なので道のりまず書いていきましょう。はい、よろしいですかね。道のりを書いてあげると、まず光がこう来て、ここで解説して上に下に進んでいきますよと。で、一点に集まって、その時の一点で強めやか弱めやかを見ていきたいということでしたよね。で、この時見てほしいんですが、後半部分はね、さっきと一緒なんですよね。なので後半部分の経路差っていうのは一緒なんです。なので後半部分経路差がいくらになっているかというと、さっきと一緒で R 分の DX になってるんですね。はい、よろしいでしょうか。あと何が違うかって、さっきの問題と何が違うかというと、さっきの問題は前半部分で道のりの差がなかったんですよね。なので経路差がゼロだったんだけども、前半部分でも明らか上の方が長いわけですから、道のりの差ができてるんですね。なので前半部分の経路差も含めて考えてあげなきゃいけないというところなんですね。はい、では前半部分の経路差を考えていきたいんですが、同じですよね。ここが R になってて、ここが X になってるので、よろしいですかね。なので経路差が R 分の DX になってるんですよということだったんですね。で、似たような問題になってるんですね。ちょっと次、ここが L になってるんですよね。で、それに対して、さっき X だったところが H になってるんですよね。こっから光が出てこう集まってるんですけど、逆にね、こっから光が出てこう集まってるとして考えてあげたら、同じ問題に見えてくるはずです。なので経路差いくらになってるかというと、 R 分の DX だったものが L 分の DH に変わったというところなんですね。さあ、じゃあここで合計の経路差がいくらになってるのかってことを考えていきたいんですが、合計の経路差を考えるときには、これ単純に足してあげたらいいのか、それとも引き算してあげたらいいのかっていうのをしっかりと考えるようにしてください。まずですね、この後半の2つの光で考えたときに、明らかに下から来た光の方が道のりが大きかったんですよね。なので下の光の方が道のり R 分の DX 長くなってますよということだったんですよね。はい、よろしいですかね。それに対して前半どうでしょうか。前半はこう下から来てるわけですから、道のりはどっちの方が長いかというと、上の光の方が道のり長くなってるんですよね。はい、よろしいですかね。じゃあ経路差合計で考えてあげるとどうなってますか。数字で考えていきましょうか。こっち5メートル長かったんですね。上の光は前半で3メートル長かったとしましょうか。じゃあ道のりの差いくらになってるかというと、足し算の8じゃないですよね。こっち5メートル長くて、こっち3メートル長かったんだったら、合計でこっちの方が2メートル長いってことになりますからね。なのでまあ経路差どっちを基準にしてあげてもいいんですけど、こっちを基準にしてあげると R 分の DX 引くこっちの方が短かったので、 L 分の DH 引くことの L 分の DH になるということなんですね。はい、よろしいですかね。じゃあ経路差が求まりましたから、あとは干渉条件ですね。経路差が半波長の偶数倍の時に強めあって明るくなるということでした。なので2分のラムダの偶数倍 2m 倍ですから m ラムダになるということですね。はい、よろしいですかね。あとは x 計算してあげると、 d 分の ml ラムダ足す l 分の rh と明線位置が計算できるということなんですね。なので明線位置はどうなるかというと、上にずれていくんですよね。なので単スリットを下にずらしてあげると、明線位置は上にずれていきますよということでした。はい、それでは4番やっていきましょう。4番は3番の問題で、タンスリットを下にずらしてあげた時に、これ上の方にね、明線位置がずれていったんですよね。なので明線位置がずれていったんだけども、一番最初のところですね、ここタンスリットがダブルスリットのど真ん中にある時っていうのは、ちょうどここですね、ど真ん中の位置に相当するところが経路差0になってたんですね。なので点 O が経路差0になってますから、半波長の偶数倍0倍ですから明るくなってたんですね。だからここで本来明るくなってたんだけども、明線位置がずれたんですけど、結果がこれなんで、経路差0の点がここに来たのか、それともここに来たのか、ここに来たのかっていうのが分からないということなんですね。まあ、どこに行ってるのか分からないんだけども、とりあえずこの点 O に一番近い明線の位置の点 O からのずれを X0 としてあげて、それを使ってこの H を計算してあげてねっていう問題なんですね。でこのままでは分からないから、波長が違うですね、波長が赤色から緑色に変えてあげて、波長を短くしてあげたんですけど、短い波長の光を当てた時にこういう干渉島ができましたと、まあ、これから考えてあげましょうということなんですね。もちろんこれ波長を変えましたから、例えばですよ、波長ラムダがラムダ出して緑色の光ですかね、赤から緑で波長短くなってますから、明線間隔短くなるんですよね。だからこれ明線間隔短くなってるんですよね。でここから何が分かるかということなんですが、波長がラムダダッシュに変わったとしても、ラムダがラムダダッシュに変わるだけですから、ここしか変わらないです。ここは変わってないんですよね。なので例えばなんですけど、この M が0ですね、0時の明線だと、赤色の光であろうが波長がラムダダッシュであろうが、 X の位置 L 分の RH っていうのは共通になってるんですね。じゃあ共通の部分どこになってるかというと、ここですよね。ここが共通の部分になってるんです。
はい、よろしいですかね。なのでこの部分が共通の位置になっているので、共通の位置になっているってことは M が0だということがわかるんですよね。まあ、もちろんね、ちょっとずつずれていきますから、また大きくずれていって、そのうちね、まあ、ずれていたやつとこの赤色のやつが一致するやつがもちろんあるとは思うんですけど、それはちょっと問題解けなくなってしまうので、共通のところが0時のところだとして今回考えてやっていきたいなと思います。そう考えてあげると、ここですよね、隣になってますか、ここが1時ですね、 x が減ってますか、マイナス1時ですね。でそしてここがマイナス2時の命線だということがわかるんですね。はい、じゃあよろしいですかね。じゃあこの x0 の値っていうのがもちろん命線位置になってますかね、 x 座標になってますから、 x0 っていうのはちょうど m がマイナス2、マイナス2時の命線であるということが今回わかったということなんですね。なのでこの式使って x0 を求めていきましょう。はい、よろしいですかね。あとは計算するだけなので、 h イコールにしてあげると h の値が x0 を使ってこのように表すことができるということなんですね。はい、それでは5番やっていきましょう。5番はですね、先ほどね S0 単数とかここにあったんですけど、もう一つこれ穴を開けてあげましょうと、この垂直二等分線上と対称な位置に穴を開けたということなんですね。じゃあ今ここを通った光は、ここ複スリット、ダブルスリットを通って、ここでスクリーン上で干渉を起こすということだったんですね。干渉を起こす点適当に書いておきます。上にずれるということでしょうね。はい、よろしいですかね。命線位置がまあこんな感じでちょっと上にずれていくというところだったんですね。でもちろんこれが赤色で書いたんですけど、ここを通ってくる光が干渉した結果なんですね。じゃあもう一つですね、今回ここに穴がありますから、ここから出てくる光も干渉を起こすので、その時にこの時の縞模様ですね、明暗の縞模様がくっきり見えるための条件を見ていきましょうということなんですね。でくっきり見えるための条件って何かっていうことなんですが、ここ明るくなってるってことなんですが、実際にねこんな線ができるわけじゃないんですね。明るくなる線がここだけですよというわけじゃなくて、実際はこんな感じなんですね。はい、よろしいですかね。解説講師の場合だとピークが鋭くなってですね、明るくなる線、起点とか言ってるんですけど、この線で本当に明るくなる、あとその後すぐ暗くなったりとかするんですけど、実際はこのヤングの実験だとですね、ここはもちろん明るい、明線位置はもちろん明るいんですけど、その周りもまあまあ明るいんですよね。なので明暗の模様がくっきり見えてるかというと、ちょっとねやっぱり明るい、やや明るいところっていうのがあるんですよね。なのでもし青色の光がですね、例えばここで明るくなったとしましょうと、ここで明るくなったとすると、ここだけで明るいわけではなくて、明るさで言うとこんな感じになるんですよね。はい、よろしいですかね。なのでここで明るいな、ちょっと周りがやや暗くなってるから、ここが一番明るいかなっていうのがすごい分かりやすかったんですけど、明るいな、ちょっと暗くなったかな、また明るくなったみたいな感じになるんですね。だから明暗の違いっていうのが分からなくなってて、暗くなってるところでも明るくなってますからね。なので明暗がくっきり分からない状態になってるんですね。なので明暗をくっきりさせるためにはどうすればいいかっていうと、お互い明るくなる位置が完全一致した時になるんですね。はい、よろしいですかね。なので2つの光の明線位置が完全に一致した時っていうのはこういう状態ですね。明るくなってて、あ、暗くなってきたなっていうのがくっきり分かりますからね。なので2つの明線位置が完全一致するっていうのが今回の条件なんですね。じゃあ明線位置、お互いの明線位置ですね、この2つの光から来る明線位置が完全一致してしまえばいいということですから、それぞれの明線位置が等しくなるという条件から解いていきましょう。まずですね、単数糸を下にしてあげたことによって明線位置はこうなるんですよね。単数糸を上にしてあげるとどうなるかというと、単数糸が上にずれてますから、ここですね、前半で道のり上の光が小さくて、下の光の方が道のり長くなるんですね。なのでさっきは道のり短い長いだったんですけど、長い長いになりますから、経路差は引くんじゃなくて足してあげなきゃいけないんですね。だからここ足し算になりますから、 x イコールにしてあげた時にはここを引き算になるんですよね。なので今赤色で書いてる方は明線位置はこれ、青色で書いてる方はここがマイナスに変わるだけですね。はい、よろしいですかね。こちらが赤色の方ですね、下にずれたやつです。こちらが青色の方ですね。あとは計算していくだけですね。 h を求めていきたいので、 l 分の rh ついてる子をこっちが左辺に持っていきました。 l 分の 2rh ですね、これ第1個こっちに持っていきました。 d 分の r ラムダが共通因数になってますから、 m'-m でくくることができますね。これが d 分の r ラムダで、ちょっと説明忘れてましたが、この m ダッシュ、こっちを m に対してこっち m ダッシュにしてるんですけど、上にずれてて下にずれててっていうことですからね。例えば0時のやつが一致してるわけ、0時同士が一致してるわけでもないですし、1時同士が一致してるわけじゃないので、何時のやつが一致してるかっていうのは分かんないですからね。こっちは m イコール3で、こっちは m イコール5が一致してるかもしれませんから。なのでここの整数の値っていうのは違う整数になっていますから、こっちを m としてあげたら、こっち m ダッシュにしてあげましょうと。
M'-M ですね。で今回使っていい整数は M と N、 この2つだけなので、この M'-M も整数引く整数ですか、これ整数になってますかね、これを使っていい整数 N を使って表していきましょう。はい、よろしいですかね。なので整数 N を使って表してあげるとこのように表すことができるので、あとは H イコールに式変形してあげると答えが出てくるということなんですね。はい、それでは飛ばしていた問題2番ですね。単数類との役割っていうのを考えていきましょう。この問題は何かというと、単数類とですね、ヤングの実験において単数類とが手前にあるんだけども、その単数類とを取り除いてあげると干渉島が消えたと、干渉しなくなったということなんですね。その理由について説明しましょうという問題なんですね。まずですね、二重スリットもない状態で考えていってほしいんですけど、転光源が2つありました。転光源ですか、すごく小さな光源だと思ってください。でちょうどこのど真ん中のところって転光源からの距離が等しいですから、経路差ゼロになってるんですね。じゃあこの時強め合っててここ明るくなってるかというと、干渉島ができるかというと実はそうではないんですね。転光源って言っても毎回同じ位相の光を出してるわけじゃないんで、電球ですからね。なので常に同じ位相の光をこことここで出してるわけじゃないんですよね。なので初期位相が変わってくる、しかも時間によって変わってくるんですね。今回はたまたまこの時間は一緒だったけども、次の時間はちょっと違ったりとかするわけですから、ここでたまたま明るくなることもあるし、たまたま暗くなることもあるし、真ん中ぐらいの時もあるんですよね。真ん中ぐらいの明るさの時もあるんですね。なのでこの場合は初期位相が違ってくるがためにですね、初期位相揃えることはできないですからね。熱くなって光出してるだけですからね。なのでこの時っていうのは干渉島ができないということなんです。じゃあダブルスリットを置きましたと、二重スリットを置いてあげるとどうなるかというと、もちろんこれ初期位相は揃ってないんですよ。初期位相が全部同じ光を出してるわけじゃないんですが、その中で今出した光ですね、今この時この瞬間出した光を考えていきましょう。じゃあ今この瞬間出した光がこっちとこっちに進んでいってるんですけど、もちろんこことここの光っていうのは初期位相が一緒になってるんですね。でここで回折を起こすことによって経路差が生まれるんですけど、まあ、それによって干渉条件ができるわけですから、明るくなったり暗くなったりするわけですよね。はい、よろしいですかね。なのでこの場合は明暗の縞模様っていうのはできるんです。じゃあ続いてですね、転光源を2つ置いてあげました。2つ置いてあげてダブルスリットを置いた場合考えていきましょう。この時も先ほどと一緒で、時間時間で見てあげたらもちろん位相は揃ってないんだけども、初期位相1つ、この瞬間今出した瞬間の光で考えてあげると、その瞬間出た光、この2つの光については初期位相一緒になってますからね。なのでそれぞれでこっちの転光源も干渉島を作るし、こっちの転光源も干渉島を作るというわけなんですね。じゃあ最後の問題でやったやつ考えてほしいんですけど、中心ですよね。中心より下にあるやつは明線位置が上にずれるんですよね。中心より上にあるやつは明線位置が下にずれるんですよね。なのでこっちまず書いていきましょうか。はい、では同じようにですね、こっちも見ていきましょうか。こっちのやつは下にずれていくんですよね。はい、よろしいですかね。なので転光源が2つあることによって、たまたまね明線位置が一致して明暗の縞模様がくっきり見える時もあるんですけど、ほら分かんないですよね。明明みたいな感じですかね。なんか明暗がしっかり分かれてるわけじゃないんですね。なので転光源が2つあると、たまたま明暗がくっきり見える時もあるんですが、見えなくなってしまうんですね、基本的にはね。じゃあ今今回扱ってる電球ってのは何かっていうと、転光源ではなくてこういうふうに大きさがあるんですよね。なので電球のそれぞれの点において転光源があるという状態なんですね。はい、よろしいですか。なので転光源が2つだったら、たまたまね明線位置が一致して明暗の縞模様がくっきり見える時もあるかもしれませんが、ほら転光源がたくさんあるのと一緒ですからね。電球はある程度大きさがありますから。なので転光源がたくさんあったらそれは無理でしょうっていう話になってくるんですね。なので明暗なんか見えない、縞模様なんか見えないですよということなんですね。なので単数リットがなかったらどうなるかというと、電球の大きさがあってさまざまな点から光が出てきてるわけですから、その結果明暗の縞模様ができなくなるということなんですね。はい、よろしいですかね。なので単数リットを置いてあげることによってどうなるかというと、ここに単数リットを置いてあげるとですね、例えばこの電球ある程度大きさがあって、こっから出てる光、ここを転光源と見出してあげて、こっから出てくる光で考えてあげると、今出した光はもちろん今出した光なので位相が一つ同位相になってるんですね。その同位相の光が今ここに来ますよと、いいですかね。初期位相が同じ状態でここで来ますから、でその後分かれていくんですよね。
なのでそう考えてあげると、ここでまた解説を起こして、例えば経路差ゼロの点では強めあって明るくなったりとかしてるわけなんですね。じゃあここから出てくる光を見ていきましょうか。ここから出てくる光もたまたまこの時間で出した光、一つの光で考えてあげると、初期位相は一緒になってるんですね。その一つの光で考えてますからね。なのでこの光についても、ここを通ることによって一つの光が枝分かれしていたわけですから、初期位相が揃ってるわけなんですよね。なので経路差ゼロの点でも同じように明るくなってるわけですし、明線位置もこことここで、ここを通ることによって明線位置が同じになっているということになるんですね。なのでタンスリットの役割としては、まあ、2通り考え方があるとは思うんですけども、一つのところを通ることによって初期位相が同一になるということなんですね。これだとここを通る光、ここを通る光で初期位相揃わないですかね。同じ時間にね、同じ初期位相の光を出してるわけじゃないですか。こう来た時に位相は揃わなくなってくるんですけども、ここで出した光、一つの光がここで枝分かれしているわけですから、初期位相が同じになりますよと。だから干渉条件がここから来てもここから来ても全部一緒になっているので、明線位置がこういうふうにずれることなく、明線位置がしっかりくっきり見えるということなんですね。あともう一つの考え方としては、結局電球に大きさがあるから干渉条件がきれいに見えないということだったんですね。天候源がたくさんあるからということなんですね。なので電球がすごくちっちゃくて天候源と見なせる風になれば、ここでもちゃんと干渉条件起こるんですね。なのでもう一つの考え方としては、ここスリット穴が開いてるわけですから、イメージしてほしいんですけど、電球がここにあって、ここに紙があってですね、壁があって、ここにちょっと穴が開いてたとしましょうと。じゃあこの穴の大きさ、この穴のところから光が出てきてるように見えるわけなんですよね。なので これぐらいの光源大きさがあったんだけども、結局はこの光源の大きさっていうのは見かけ上この大きさになるわけなんですよね。なのでタンスリットを置いてあげることによって、この光源の見かけ上の大きさっていうのが一つすごく小さなものに絞られるんですよね。なので見かけ上の大きさが小さくなることによって天光源と見なすことができるので、干渉条件が見えるようになるっていうのがタンスリットの役割なんですよね。で今回の問題としては、タンスリットを取ってあげると明線の縞模様が見えなくなった理由を答えてくださいということですね。だから答えとしては、電球には大きさがあるので、タンスリットがないと豆電球のそれぞれの点で初期位相が異なる光が出てくるがために、干渉条件がそれぞれで異なるがため、明暗の縞模様が見えない、まあ、これで十分かなと思います。はい、今回はヤングの実験を使った干渉条件について学んでいきました。明線位置がずれていって波長が異なる2つの光で考えていきましたが、0時のところでは一致するということから簡単に計算することができましたね。この動画が良かったなという人はぜひ高評価、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。